新加納神社は、岐阜県各務ヶ原市にあった旗本、坪内市の神社である。新加納神社公園坪内市は、美濃国羽栗軍、鏡郡などを所領とする、大見旗本であり、新加納に神社を置いていた。新加納神社が存在した新加納は、中仙道の鵜沼塾と加納塾の間にあり、間の宿であった。1600年、関ヶ原の戦いの先行によって、 付近の松倉城の城主であった、坪内俊貞が、美濃国羽栗郡鏡郡二十村などを治める旗本となり、新加納陣屋を設置した。坪内市は、1868年まで続いた。明治時代に入り解体されたため現地に、陣屋の遺構はなく、坪内市の母大寺である、少林寺南西あたりが跡地であると伝えられてきた。そこは、 かかみが原大地生誕の突出した球場の部分で、南、西、北の三方向に広がる低地を見下ろす位置にある。2011年1月から3月にかけて行われた発掘調査によって、陣屋を囲んでいた堀の北西角部分と推測される、直角に折れ曲がった幅5.2メートル以上、深さ2.7から3.3メートルの堀跡が、 発見され東西約114メートル、南北約120メートルほどの広さがあったことが確認された。新加納地区の土地区画整理事業に合わせ、各地の一角の約1500平方メートルを公園として整備。2020年3月に新加納神谷公園が開園した。なお、この新加納神谷公園は、本来の新加納神谷の位置とは、 必ずしも一致していない。上宮寺には移築されたと伝えられるもんがある。ありがとうございます。